海と日本。さかなクン様、はい、水俣あしきた漁大使を委嘱します。魚類学者でタレントのさかなクンが今年7月熊本県や水俣市などが任命する水俣あしきた漁大使に就任しました。これから自身の公式 YouTube チャンネルなどを通じて水俣あしきた地域の海の魅力を全国に発信していく計画です。実はさかなクン、これまで何度も水俣の海に潜ったことがあるそうです。初めて水俣の海に潜らせていただいた時に、もう本当に足を一歩入れて熊本の海の中をこう見た瞬間にギョギョーッとタイちゃんやヒラメちゃんが泳いでるんです。うわー、こんなにすぐに会えるんだという、もう驚きでいっぱいでした。その時さかなクンを案内したのが水俣のダイバー森下誠さんと水中写真家の尾崎珠樹さんです。この出会いがきっかけで長年森下さんが観察を続けてきたタツノオトシゴが新種であることが分かり、ヒメタツの正式登録につながったというエピソードがあります。海がとっても豊かなんですね。山々や陸が豊かだからこそ海も豊か、みんな元気っていう、あしきた水俣の魅力をギョギョッとお伝えさせていただきたいなっていう、そんな思いでいっぱいです。魅力いっぱいの熊本の海で漁大使さかなクンの活動が始まります。海と日本。